小川マリエは、アーティスト、指導者、起業家、東京都板橋区出身、日本女子大学附属中学校、高等学校卒、日本女子大学卒、東京都在住、元フィギュアスケート国際大会チャンピオン、シンクロナイズドスケート日本代表、アメリカ代表、現、株式会社見る代表取締役社長、小学校5年生時に、 フィギュアスケートの日本代表に選出。ノービス B 世界大会にて優勝。当時、安藤美希にセり勝ち代表になったことで一躍、注目を浴びる。中学3年時に怪我により、ダブルアクセル等のジャンプができなくなり、トップフィギュアスケーターとして、オリンピック出場の道を断念。高校より、ヒップホップを中心としたダンス活動に転換し、大学まで活動し、 単身ニューヨークにダンス留学を果たす。帰国し大学を卒業後、フィギュアスケートとダンスを兼ね合わせた団体競技、シンクロナイズドスケートをはじめ、同年日本代表に選出し、世界選手権に出場。そこで日本と世界の壁を通感2013年、単身アメリカに、入国後、ボストンのシンクロナイズドスケートチーム、ヘディネッツに直接メールし、 練習生として参加。後に実力を認められ、チーム正式メンバーに、ヘイダネッツとして全米選手権に連覇。アメリカ代表に選出され、世界選手権に2度出場し、7位に入賞した。帰国後は、ジングー・アイスメッセンジャースに再加入し、全日本選手権優勝。日本代表として世界選手権に出場後、29歳で現役を引退。 同年2016年に自らシンクロナイズド、スケーティングチームズ ACE を立ち上げ、ヘッドコーチ兼監督を務める。翌年2017年には、プリンスアイスワールドのオーディションに合格し、プロに転向。2020年5月に自身で立ち上げ、4年間務めた、チーム ACE のヘッドコーチ、監督を退任した後、株式会社、ミルを立ち上げ、ムーブ・ユア・ラック・運を動かすことで、 人生を豊かにする新規事業を行っている。1999年フィギュアスケートのオビスビー日本代表2012年から2013年、シンクロナイズドスケート日本代表2016年、シンクロナイズドスケート日本代表2014年から2015年、シンクロナイズドスケートアメリカ代表、主な試合成績上記5項目含む、ジムグイコールジングアイスメッセンジャースグレース、 ジムイコールジングアイスメッセンジャース2020年株式会社ミルオ企業。ムーブ・ユア・ラックというミッションのもと健康的な人生をサポートする事業で人の運を動かし豊かな人生を送ることをビジョンに掲げる。現在はオンラインボディメイク事業を中心にショースケーターやスケートコーチング等の活動を行っている。ありがとうございます。